こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき、誠にありがとうございます。バーのハードルを低く、カクテルをもっと身近に感じていただくため、YouTube 頑張ります。バーのある人生、どうぞお楽しみください。動画の中でご紹介している材料やツールなどは、概要欄に添付しています。合わせてご覧ください。さて、市販の缶カクテルを、一手間加えて、もっと美味しく。今回は、こちら、バーポームム、の桃と紅茶、はい。こちらを試してみたいと思います。アルコール度数は 2% です。かなり優しめですね。ちょっといただいてみます。桃と紅茶。あ、本当に今、香料がよくできてますね。うん、店頭に桃がいっぱい並ぶ季節になりました。同じような香りがします。うん、さあ、この、そうですね。よくできているなと思いますが、もう一手間加えて、もうちょっと楽しく、召し上がっていただきたいと思います。今日ご用意したのがこちらの、口だけフローズン白桃、凍ったタイプのものです。こちらは、シャトー型にカットしてありました。これを冷凍庫から出しておきまして、ちょっと、こう、少し潰していただけたら、いいかなと思います。もちろんこのままでも結構です。ちょっと潰してみます。そして、こちらのお好みのグラスをご用意いただきましたら、シャーベット状になった桃、こちらをグラスに開けていただきます。はい、たっぷりです。フレッシュな桃の風味がたっぷりします。美味しいですね。手軽にできます。こちらに、先ほどの、桃と紅茶カクテル、注いでみたいと思います。スプーンで召し上がりながら、楽しんでいただけます。ちょっとミントも添えてみます。はい。はい、お家で簡単カクテル、市販の、缶カクテルに一手間加えて、もっと楽しくお楽しみいただけます。どうぞお楽しみください。